広島空港で台北便に次ぐ国際線の就航です韓国のチェジュ航空がソウル線を来月13日から運航すると発表しました広島空港にとってはおよそ3年7ヶ月ぶりのソウル線です新規就航するのは広島空港から韓国ソウルまでを結ぶ国際線ですチェジュ航空によると 運行は来月13日からで火曜日、木曜日、土曜日の週3往復の予定ですソウル発は午前8時5分広島空港からの出発便は午前11時ですソウル線は2019年の12月に広島空港までの国際線を運休しており3年7ヶ月ぶりの運行になりますソウル線は コロナ禍前の広島空港の国際線では3番目の人気路線でした。広島空港の国際線は一時全ての路線が運休しましたが、1月に台北線が再開、ソウル線はそれに次ぐ2路線目になります。